アーセナルに来る気満々だと話題に。プレミア第28節アーセナル VS ブレントフォード2-1で敗れたブレントフォードだったが、試合後まるでチームメイトのようなニッコニコのトニーが目撃される。私たちはこういった振る舞いを見るのが大好きです。どのプレイヤーも私たちを気に入っているようです。彼はもうそれを隠すことはできない。彼はスーパーミケル・アルテタのためにプレイしたいと考えている。ガブリエルが嫌そうにしている。彼は移籍を望んでいたので、最後には全員が笑顔になりました。トニー来年トレーニングでお会いしましょう。正直、今日のトニー死ぬほど腹立ったし、なんかやる気なさそうだったし、こんな選手アルテタは望まないでしょ。アルテタがトニーを取るどころか狙うわけがないんだよな。トニー絶対アルテタと会わんやろ、賭博するし。トニーは味方にいたら心強いんやろうな。敵だと賭博やろうにしか思えないけど、賭博しないトニーならめっちゃ欲しいんだけどな。なおアルテタは来季はフォワードを優先して獲得すると明言している。アーセナルのセンターフォワード補強は惜しむへん。ブラホビッチを推したいんだけど、トニーのポストプレイはマルティネッリと相性めちゃくちゃ良さそうに見えた。アーセナル夏、ボニフェイスはデュケレッシュ、トニー。感情だとデュケレッシュ、現実的ならトニー、取れるならボニフェイスか？個人的なセンターフォワード補強希望順は、オシムヘン・ヨケレッシュ、トニー、ボニフェイス、ファーガソン、キメネス、シェシコ。違法大賭博王。